原さんのショーも続きますが、ここで後藤隆さんの、ね、ショーでお楽しみいただきたいと思います。それではまずはこの曲で登場していただきましょう。後藤隆さんのお友達早見健太郎さん、お母さんと一緒で、ね、一世を風靡した早見健太郎さんの曲だそうです。それではこの曲で登場していただきましょう。ラブサメ。はい、入力会社がオーケーしました。あとは私の
懐がいいと思ってなって、この手組すごくいいなとおっしゃる方と絶対が何も思わないみたいな真っ二つが大丈夫です。今の歌いもしいいなと思われる方いらっしゃいましたら手を挙げてもらいました。ありがとうございます。ちょっとこれより母さんの方がいいなと思った方手を挙げてあの握手していただきました。ありがとうございます。マネージャー、たくさんのボリューションありがとうございます。でもね、母さんこういうものに来るらしい、本当にあのまさか皆さんにこんなに歌っていただけると思ってませんでした。もう2年近くなんですけど、ちょっとダムで母さんの体重がね、6位から7位、とっても10位ぐらい、本当にありがたいです。でもね、今朝とタミルさん、皆さんよく歌っていただいて、行ったら15ぐらいしました。そして皆さんおかげで、ね、コスモさんに歌っていただき、もう生言うに気がないので、ちょっとそれぐらいしてますので、たくさん歌っていただいてありがとうございます。それでは、母さん、小雪のニコロです。いつもね。
Thank you.
なので、こういうステージに上げていただいておめでたい。
的にね、歌をね、歌わせていただくのも幸せですけど、本当に何度も歌ってなくて、譜面に自信がないです。記憶してないです。3番まで。じゃあ6番です。申し訳ないです。はい、わかりました。ちょっと頑張りごみのね、今日来ていただいてありがとうございました。おめでとうございました。皆さんおめでとうございました。ありがとうございます。はい、それでは。先生、ごめんなさい。おめでとうございます。私たちはリンゴさんというところで先生に歌を教えていただいているメンバーですので、どうぞよろしくお願いいたします。おめでとうございます。今日はもう素敵なショーを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。リンゴさんの生徒さん一同からの花のプレゼント、代表で尾崎さんから渡していただきました。はい、それではプログラムを迎えておりました名古屋プログラムで、もうずっとところありがとうをね、何年と歌っていただいて、まあちょっと優勝したんですね。僕らは何もあれはないんですけど冗談ですよ。でも嬉しいですね。ありがとう、心の底から歌っていること、これ誰の歌だって絶対聞けると思うことを楽しんでくださいとおっしゃっていただくのは本当に嬉しいです。その、まあ今度は名古屋プログラムで歌ってくれるかなということで今日は撮影しました。よろしくお願いします。
Thank you.
「
Oh,
水嶋美智子さんで春セミでした。さあ続いては58番です。美咲優さんで赤い花。
ラビダバシでした。さあ続いては60番青井二郎さんの登場です。男の人生。激しくこの